汁おっちゃほよっちゃほいとはきしメのような平麺を、もやしと卵、小松菜、キャベツと一緒に料理した新潟県柴田市の特有の、東南アジア風麺料理である。油で炒め、ニンニクと唐辛子を加えた、皿おっちゃほいと、唐辛子を使わず鶏や豚の旨味の効いたスープに、入った、汁おっちゃほいがある。シンガポール食堂シンガポールで、 日本人向けホテルを経営していた創業者の父親の発案により誕生した料理である。創業者もシンガポールで生まれ、幼少期をシンガポールで過ごし、戦後1946年に柴田で食堂を起業した。そこで父親がシンガポールの思い出の味であり、大好物だったおっちゃこいをメニューに加えることを提案し、創業者が 父親の記憶を頼りに研究し、シンガポールの屋台料理の味を再現したとされている。昭和40年代半ばには、テレビ CM も流された。おっちゃこいは、シンガポールの庶民的な料理であるとして広まっているが、シンガポールでも、隣国のマレーシアでも、おっちゃこいという料理は存在せず、おっちゃこいという名前がどこから生まれてきたのかは不明。創業者は、 父が名付けたと聞いてはいたが由来を知らず、名前の由来を聞かれるたびに、俺だってわからねと答えていた。クイティオに見た目や味が似ていることから、元になった料理はクイティオではないかと考えられている。名称については、関東料理の乾燥皮を聞き間違えて、お茶ちいとなったのではないかという説がある。また、シンガポールの目抜き通り、オーチャード通りについて、現地の人は、 おっちゃんどと呼んでいることから、ここに語源があるのではと指摘する人もいる。記事によれば、創業から5年ほどして、メニューに加えた1997年の新聞記事において創業者が、メニューに加えて約40年かなと述べていることより、ありがとうございます。